静まりなさい、なんぞ神々の声。そして聞くがいい、始まりの物語を。すべては闇だった。そこには砂もなく、海もなく、大地も空も、風もなかった。一片の草すらも。ある時空虚な裂け目で炎と氷がぶつかった。ある時空虚な裂け目で炎と氷がぶつかった。叫びのうちより原初の巨人が生まれた。その名はユミルという。気高きユミルは無残に殺され、その骨と血と肉、あらゆる部位からこの世界が作られた。人が歩み戦を繰り広げる世界。見つけた。小さな戦士、行け。さあ、あれが王だ。いや、しかし、さあ、エイメン、腕輪はあったか。よし、計画はこうだ。俺は王と言うんです。お前は忍びだ。それで王をびっくりさせる。そしてこう、それから王の目を見てこういう、ステルビョルン王、我らのために愛と友情によるトワの結束をやってくれるか。うん、いいか。お前が我らを束ねる紐になる。俺はその子が誇らしい。さて、オラフ、しっかりしろ。我が剣は血を求めている。いつでも戦うぞ。気のいい人たちを家に迎えられてよかった。酒はどうしたんだ。よし、取ってきてやるよ。ダメ、王に贈り物があるんだ。おお、やるな。こいつは頑丈な船2隻分だ。貸しな、渡しとく。自分でやるからいい、シグルド。好きにしろ。酒は取ってやらないぞ。バルカの魔法は俺の血に宿る。おじいさんがためていた。母さん。何？シグルドに昨日作った積石見せてもいい？いいかね。なら明日の朝は
まずそれね。うわぁ、さあ、贈り物を渡して。エイバル、待て。我らの民に愛と友情による永遠の結束を。ありがとう、エイボル。これから先もお前と共に。語れ王の間で言葉は風に、オーディンの酒掲げ、ユグドラシルの枝から切り離される。真実はない。ギャーッ！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 エイブル、戦って。フィールド！
ストリームがなぜか同じ DNA で二重になってるわ。直すか引っ張り出して。フィルターで解析してみる。ちょっと待って。よし、これでいい。本当に？まだ原因はわからないけど対処できる。どちらかを選べば安定するわ。でなきゃシグナルの強度に基づいてアニムスにアイデンティティを調整させるか。どうする？それじゃあロックして進めるわ。このストリームがさらにシンクロする時代へ。何年俺を追った、狼傷。17年だったか。18。俺を悪夢に見るのか。股間を熱くするのか。覚えてるか。バリンの斧だ。腰抜け親父の愛用の武器だよ。これで人を殺すのは最高の楽しみだ。お前は死ぬまで俺に逆らい栄光の死を遂げる気だな。そうはさせない。お前をこれから売り飛ばしてやる。奴隷になるんだよ。醜い一生だ。惨めな最後だろうな。残りの奴らは殺せ。苦しめてからだ。狼傷はもう終わりだ。その名はこの世界から消えた。お前ならたんまり銀がもらえそうだ。船に。動くな。動けば目玉をくり抜く。風は南からだ。北へ進路を取ってそれから西だ。さっき言ったことをちゃんと聞いてくれ。危ない、助けに行かないと。よし、いいぞ。これでいい。力がみなぎる。
バルズネス、裏切り者が仲間を捕らえてる。キョトビの手下だな。用心しないと。慎重に行かないと。ここは警備が厳しい。しまうぞ。鉄のぶつかり合う音だ。近くで戦ってるな。ダグ、よかった。生きてたな。おいよ。戦ってるうちにはぐれちまった。お前は。キョトビに売り飛ばされるとこだった。後悔させてやる。今日は無理だな。奴はアバルズネスから船に乗ったばかりだ。俺らを残して東に向かった。まだ仲間を救う時間はあるな。行ってくるから船を用意しててくれ。貪欲だな。救助役を買って出て勝利の歌を自分のものにしようってか。なら浜辺を襲うとするか。20もの敵を倒し船を取り戻して勝利の方を掲げる。いいだろ。いやいや、俺が浜辺だ。そっちのが危険が多い。お前はロングハウスで仲間を探せ。おっと、これを。死体には過ぎた代物だ。行け、船で会おう。羽ばたけ、数人。
巨飛びの戦士もアバルズネスを這い回ってるな。もし正面から入れば感づかれるに違いない。ロングハウスだ。きっとみんな中にいる。屋根に上がれば入り込めるはずだ。ヘッドしてねえと首を折っちまうぞ。そうなったらお互い最悪だ。どうせ死ぬなら手を煩わせてやるよ、クズ野郎。縄を解いて斧をよこせ。クソガラスの頼みを聞く義理などないな。貴様らは奴隷と農民の集まりだ。おい、斧を下ろせ。出ないと殺す。狼傷、奴隷船に乗ったはずじゃ。いいだろう、貴様から生贄にしてやる。オーディンが喜んで迎えてくれるだろうよ。星抜けが自ら死を望むか。ヘルの奴隷になるがいい。ひざまずくなら命だけは助けてやる。グダグダ言ってないで戦え。なぜこれを握りしめて死ななかった。ではやるがいい。皆に手は出すな。ダメよ、お願い戦って。お願い、プリン。全員殺せ。そうだな。
ありがとう、助かった。なんだかボケっとしてたようだが。よく聞け、息ができるうちはまだ戦える。ついてこい、船を取り戻すぞ。わかった、わかったって。クジラの道を進む。家に帰ろう。神々よ、時は来た。さあ、もう晴れ。剣で入れ、こぐぞ。しまうんだ。あんまり帰れ、お前の死体について一言ないのか。この戦いで犠牲は出なかった。そして我々を辱めた奴らは死んだ。何を言えって。ああ、そうだな。わがままで、無謀で、不注意で、間抜けでした。血とクソまみれでごめんなさいとか。もっとマシな提案をしろ。エーボル、見ろ、あの島に誰かが拠点を作ってるんだ。キョトビの戦士で骨を見つけた犬のように空いた土地に食らいつく。死に損ないでも簡単に奪えそうだな。攻めてくるぞ。これまで以上に激しくな。さもありなんだ。この戦はもう3世代も続いてるが、奴がおとなしくなる気配はないからな。奴への憎しみに燃えてるな、狼傷。俺の玉まで温まりそうだ。
アザラシの皮の方が弾は取れるんじゃないか。無茶するなよエイボル。憎しみに駆られると不注意になる。やつがお前の親父さんにしたことは全員への仕打ちだ。一人で戦うな。ステルビョルンの意に反して海へ出た。叱られるぞ。間違いないな。そのことは心配じゃないのか。手遅れになる前に王がこちらの正しさに気づいてくれるかの方が心配だ。シグルドはどうだ。なんて言うかね。シグルドがここにいたら今頃お前の隣で斧の血を拭ってる。海風を受けて笑ってるだろうな。で、このドタバタを王にどう説明する気だ。事実だけだ。ひとたびの砦を攻撃し、奴の部下を殺し、この地での支配力を弱めた。仲間を囚われた挙句、自分も奴隷として売られそうになった話はお前のサーガに加えるか。そいつを歌う詩人がいたら間違いなく人生最後の歌になるな。船をつけろ。おやおや、カラスの餌係が帰ってきた。元気そうね。エイボル、今度ばかりは死んだかと思った。ランビー、いつも出迎えありがとう。ずいぶん赤く染まってるけど何があったの。語るほどのことじゃない。我々を邪魔する連中が死んだだけだ。元気だったか。それなりにね。けど王をなだめるのに毎日苦労してた。王はあなたにご立腹よ。それは覚悟の上だ。シグルドは略奪から戻ったか。今日あたりね。最後に消息を聞いたときはスタバンゲル付近だったから。よかった、兄上の勇猛さがいる。シグルドは王の怒りから守ってはくれないぞエイボル。分かってるだろう。で、略奪はうまくいったの。そういうのは稀だ。だがキョトビの戦士はだいぶ減らしたぞ。その死者の一人が父上の斧を持っててな。ああ、あれから何年も経つのに。ルンナルに見てもらったらしっかり研いでくれるはずよ。いい考えだ。だがまず王に会おう。今はやめといた方がいいと思う。北方からの使者と話してるから。では後だな。心配事がありそうね。何かあったの。17年ぶりに父上の斧を見た。なんだか妙な気分だ。こんな気持ちになるのは父上が殺されて以来、この傷を受けて以来だ。辛い過去の記憶ね。悲しみと痛みの。バルカと話すべきだな。きっとこの気持ちを理解して力になってくれるだろう。ゆっくりしてくるといいわ。じゃあまたロングハウスで。お前、なまったんじゃないか。その斧と同じでよ。どっちもグンナルに鍛え直してもらえ。後でな。